チートクス氏のスローライフイ世界に、つくろうドラッグストアは、剣の字による日本のライトノベル。ウェブ版は、小説家になろうにて2016年7月から2020年7月まで連載され、同年10月に削除された。書籍版は2017年にレッドライジングブックスから、チートクス氏のスローライフイ世界に、つくろうドラッグストアの、タイトルで全2巻刊行された後、 ブレイブ文庫より2018年4月から刊行されている。イラストは、レッドライジングブックス版を、正治2号、ブレイブ文庫版を、松海が担当。2021年7月時点で、累計発行部数は80万部を突破している。メディアミックスとして、春のエリによる漫画版が、ウェブコミックガンマプラスにて2018年12月より連載されており、 また2021年7月から9月までテレビアニメが放送された。ウェブ版は削除されたが、書籍にて連載を続ける胸の発言をしている。社畜生活を送っていたキリオレイジは会社に向かって歩いていたらいつの間にかに異世界の森にいた。持っていたスキルは鑑定と創薬の2種類。 森の中を歩いていると重傷を負っていた人狼の少女のエラを見つける。レイジは創薬スキルで得た知識と鑑定スキルで集めた素材で制約したポーションをお使いのエラを助ける。助けたお礼としてのエラの案内で田舎町のカルタを訪れる。そこで金を得るために持ち込んだポーションが雑貨屋の店主、アルフの関心を引き、レイジは店主からの頼みで 革命ポーションと商品名を改め、製造納品することになる。宿屋で寝泊まりしながら一週間ほど働き、三百万輪を設けた例ジはあるふうに紹介された空き家に住む、ことにする。数日後、家を改装し、ドラッグストア、キリオドラッグを開店することを決意する。登場人物の設定、登場順が、原作小説、コミカライズ版、テレビアニメ版で異なる。 本校では原作小説の設定と登場順で紹介する。声の孔はテレビアニメ版の担当声優。スキルや薬の設定が原作小説、コミカライズ版、テレビアニメ版で異なる。本校では原作小説の設定、登場順で紹介する。2021年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。 2021年10月15日にブルーレイボックスが発売予定。原作の導入部分のほとんどはカットされ、レイジがすでにドラッグストアを経営しているところから始まり、第12話にて回想という形で導入部分の一部が語られる。公式サイトのイントロダクションには異世界転生と明記されているが、キャラクター紹介には転移と明記されている。死亡を経ておらず、 いきなり異世界に送られているので異世界転移が正確である。サブタイトルで本日の処方箋と明記されているが、これはサブタイトルが薬の名前であることに関連付けた表現であり、作中では処方箋そのものは登場しない。スキル関連薬関連薬の名前や作られた経緯などは原作の内容と異なる。また、 原作とテレビアニメでは薬の登場順が異なり、本稿ではテレビアニメの登場順で紹介する。D アニメストアでは2021年7月7日から水曜22時30分に最速配信。その他の配信サービスでは、ビデオマーケット、ギャオ、ギャオ、ストア、DMM.com、music.jp、FOD、JCOM オンデマンド、アベマ、フールー、 楽天 TV フラット動画ユーネクストアニメ放題ツタヤ TV バンダイチャンネルハッピー動画ジャンバリ TV グーグルプレイにて順次配信ありがとうございます